ああ、大丈夫です。ああ、ごめんなさい。いい選手です。全然大丈です。全然,全然大丈夫です。<laughs> です18度くらいで大丈夫です。<laughs> 全然大丈夫です。それでは、配信開始。 どれだっけ。あげるのどれだったか忘れてしまった。<laughs> <laughs> 一瞬、<laughs> 一瞬焦った。F. M. ギロアから始まる、沖縄県のサッカーを盛り上げていこう。 1>, 1月6日、えー、水曜日時刻は午後10時を回りました、えー、<laughs> 皆さんこんばんは <laughs> 沖縄県のサッカーを盛り上げていこうパーソナリティーの小浜の後でございますはい、えー、久々のラジオでさあの触らなきゃいけないボタンを触らなかったり <laughs> 直前にちょっとバタバタして、えーまあね直前にというかいつも余裕があってもバタバタしてるんだけどさ <laughs> まあいつも以上にちょっとバタバタしてしまったなって感じです。あの年明けましたね、皆さん、もう正月休み明けてね、俺もまだまだなんかエンジンかかんない感じですけど、まあ、ちょっと仕事の方もね、えー、頑張ってるふりしながら <laughs>、頑張ってますけどね。はいあのー 年明ける前にね、一番最後の放送でちょっとお話もしたんですけど、美、まあ、えい日本高校サッカー部のちょっと出身なので、あの毎年ね、1月3日にはあの正月の、ね、初蹴り、OB 戦がありまして、うん、そこにちょっと行ってきたんですけど、あいにくのね、ちょっと大雨で、はい午前中はね、ちょっとぽつりぽつりな感じだったんですけど10、お昼前ぐらいからちょっと大雨になって、うん、ちょっとイベント自体もね、午前中のイベントで。 うん、終了してしまったんですけど、まあ、各地で、ね、いろんなあのこのお正月、やっぱり皆さんが、ね、帰省するっていうのもあって、あのー、各,各地でね OB 戦この正月の初蹴りがあったっていうのをいろいろ聞いているので、あのー、こんなことだったみたいよっていうのを、ね、またお話ししていきたいなと思いますよ。はい、えー、今年一発目ですね はい、えー、進めていきましょう。沖縄県のサッカーを盛り上げていこうは、えー、サッカーを中心とした情報バラエティ番組でございます。えー、沖縄県のサッカー情報はもちろん、えー、日本代表からフットサル、ビーチサッカー、そして女子サッカーやキッズまで、あらゆるサッカー関連のお話の中、毎月お題を決めて、ワイワイ楽しく会話をしていきましょうという、えー、まるで居酒屋さんで飲んでいるようなゆるい番組でございます。えー、午後10時半までどうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。 はい、えー、この番組はあなたの専属トレーナーになります沖縄若田接骨院真心ビビでご提供居酒屋魔淳氾濫注意のハンバーガーショップチムフガス以上各社の提供でお届けいたしますよよろしくお願いしますねはいえー、っとですねまずちょっとね最初にお話ししておきたいのが 高校サッカー選手権で、ね、皆さん見ましたあの覇、ー、西高校沖縄県代表でねちょっと出てて大みそかか12月31日にね、あのー、ちょっと1回戦があったんですけどうんまあ結果はねまあ2ゼ0でちょっと初戦敗退だったんですけどうんそうだね、あのー、後半に後半のね、えー、途中に、えー、先制点を取られてまあ試合終了間際にもちょっと1点取られて結果2ゼ0でね、あのー 乾杯になるのかな結果だけ見たら、うん、でも、あのー、惜しい場面も、ね、あってなんか、あのー、終盤まで1点差で来てたのでもう、ね、もう一頑張りだったのかなって、あのー、見てた人も、ねあのー、多かったのかなと思うんですけど、うんまあ、結果は、ねまあ、2−0 ですからねなお、うんまあ、西の試合もそうなんですけど、あのー、高校サッカーは、ね、試合見てるとやっぱりちょっと面白いなって。 うん、思いましたねやっぱり、まあ J リーグがねできてあんだけ、あのー、ちょっと時も経ってるのでやっぱりあの各クラブのねクラブのユースチームとかに、えー、人材がねやっぱり流れていく中高校サッカーのレベルって、あのー、少しね心配される部分ってあったとは思うんですけどそれでもやっぱり見てて、うん、あんなに楽しいせいはやっぱりなかなかないのかなと。 うん、思いますね今ベスト4かな明日が準々決勝なのかな、えー、違うか9日か9日が準々決勝で、えー、決勝戦が成人の日11日ありますのでねこれもちょっと、まあ、沖縄県代表の那、ね、覇西高校はちょっと負けてしまったんですけど、うん、まだまだちょっと楽しみが残ってるかなって感じでございます。はいであのー 議論、ね、話ししたんだけどあのしないでも結構ね、あのー、OB 戦、初蹴りいろんなところでやってたようで普天間高校が1月の2日に、うん、やってたで、2日ね、結構いい天気だったじゃないですか。で、自分、あのー、家族で普天間神宮の方にちょっと、えー、お参りに行ったんですけど、その時にね、あのー、ちょうど。えー おし知り合いにちょっと会いまして今ちょうど OB 戦してるよーって話もねちょくちょくあやったんですけどなかなかね結構いい天気であのー、寒すぎずまたね暑すぎず暑かったか暑かったね2日ね <laughs> 自分も半袖ねあのー、行きましたよなんかここ最近ここ数年なかったような感じはするんですけど結構ねあのー、暑い感じの正月がまた続いてもう今もね半袖だしね あのー、部屋の中クーラーついてるし <laughs>、ね、ザ・沖縄って感じですけど、うんであのー、同じく、えー、普天間もね普天間中学校が1月3日にやったのかなで宜野湾高校が1月3日でしょ宜野湾中も1月3日にやるって言ってたんだけど、あのーまあ、雨の影響で、まあ、きちんとできたかどうかっていうのはちょっと あのー、僕のところ情報入ってきていないんですけど、まあ、あのかかず小学校も1月3日にやったよって言ってたし、もういろんなところがね、やっぱり正、あのー、月あの蹴り始め、えー、初蹴りがやっぱりあったそうです。技能足独特なのかなと思うんですけどね、この時期にっていうのもなかなか珍しいのかなと思うんですけど、各高校であったり、昔は、ね、高校だけだったけど、今はこの小学校だったり、あのー、中学校だったりが、ね、結構力入れて。 やってるのでまああのー、どこでもやってるよっていう感じであるんですけどサッカーって、うん、こんなの考えたら独特なのかなって思いますね。であの毎年ねこの時期にしか会わない人もやっぱり多いのであのー、久しぶりにね、あのー、会ったり近況のね報告したりあのー、笑いあったりね結構、うん、いい一日になりましてね小浜直樹的には。うん、でも、あのー、いろんな サッカーだけじゃなくてね、もう他のスポーツもやってるのかなって思うんですけど、まあ、なかなかちょっと聞かないので、まあ、サッカーとは少し、ね、離れてるんですけどうん、こんなお話も聞いていきたいなと思いますよ。で、えーっとですね、お話がだいぶぶっ飛ぶんですけど、あのー、先去年か去年の放送でも結構いろいろお話してたんですけど、FC 琉球がう、ね、ちのランチだいぶ。 いなくなってきたよって話したんだけど、まあ、年末にかけてね、あのー、選手の、えー、獲得がね続きました、うん、で、まあ、監督が新しくなって琉球にもともといた選手が28名ぐらいだったのかなで、あのー、その中でね10 28名中16人だったかな、あのー、契約解除があったのでどうなるんだよおいっていう感じではあったんですけどね あのー、新しくね、う、え、ち、ー、のうちも含めて多くの選手が、えー、加入してます。う、ま、ち、あえー、のうちのこの新しく、えー、加入した選手を紹介するしますと、えー、宮城耕太選手、えー、山内達郎選手、で宮城雄太選手、であのー、上さとき選手、でえー、もう一人が山川デション両選手、うん、いいですね、うちのうちの選手が増えて、あのー 活躍してねくれればやっぱり県内のあのサッカーファンもねおのずと盛り上がってくれるはずなのでまあ、あのー、それぞれの、ね、選手も、えー、この沖縄でサッカープロとしてねサッカーをすることに喜びを感じてますっていうあのー、コメントだったりまあ、えー、このよか中学校からね、えー、そのままそのままっていう言い方おかしいのかな。あのー 高校卒業して、ね、すぐ FCD 級に加入するあの上条選手はあの1年目だからといわず、まあ、1年目から、ね、スタメンを目指して戦力になれるように頑張りますということも言っているのでいいですねあの、本当に若い選手も含め、ね、あの沖縄出身の選手が活躍してくれないと、うん、やっぱり盛り上がっても来ないと思うのでやっぱり、えー、まずは、ね、チーム内の争いを。 勝ってうんで試合に出て試合も勝ってねいってもらいたいと思いますねはいえっ、ー、と1つコメントが来てるのであっ野内内ちなさんありがとうございますこんばんははいこんばんは今年もよろしくお願いしますよろしくお願いします <laughs> あ明けましてお願いします <laughs> 俺明けましておめでとうとか言わなかったでさっきねすいません <laughs> 今年もよろしくお願いします <laughs> そうなんですよねあのー なかなかね、今年ってほら、正月がちょっと少なかった感じしません、あのー、自分も三が日、お正月はこの1月3日までがちょっとお休みだったので、あのー、ちょっとね、正月チックな感じで、いつものね、正月チックな感じではなかったのかなと思うんですけど。 じゃい,いやい,いや、俺の話はどうでもいいんだよね <laughs> で。で、えー、琉球監督がね、FC 琉球監督が新しく就任して、えー、キム・ジョンソン監督が新しく就任してますので、まあ、サッカーの、ね、カラー自体もだいぶ変わってくるとは思うんですけど、うん、この辺がね、まあ、選手もだいぶ固まってきたので、どんなサッカーしていくのかな、えー、どういうサッカーを目指していくのかなっていうのはあのー、少しずつね、見えてくると思いますので、まあ、楽しみだなと思いますよ。 はい、であの、あとですね、えー、来週の放送ぐらいで、ちょっとまとめて皆さんにお知らせできればなと思ってたんですけど、あの沖縄県内ですね、J リーグの、えー、チームが結構、キャンプにやってきます、うんね、その辺をまたあのちょっとお伝えしてですね、えー、行こうかなと思ってますよ。 こう自分が見た限りで8チームぐらいだったかな、ごめんなさい、きち,きちんと調べられてなくて、あのー、まあね、来週ちょっとお知らせできればなと思うんですけど、多くの、本当にね、えー、J1 から J2、J3 までなのかな、結構多くのチームが、えー、沖縄県内でキャンプを、えー、やる予定になっていますので、うん、とても楽しみだなと思いますよ。はいであのー、本当にね、えー 宜野湾市の近くだと隣の、ねえー、長城村のほうの、えー、グランドで、えー、ガンバ大阪だったり、えー、が来ますのでとても、ねあのー、こんな身近で、ね、遠藤選手だったり宇佐美選手が見れるというのは、まあ、赤嶺信吾選手も、ねあのー、いますのでもちろん,うんちょっと、えー、楽しみだなと思いますよ。であのー、他の えー、場所でキャンプしてるチーム同士の、えー、練習試合だったり、あのー、沖縄のね、えー、トップチームの、えー、開放銀行だったり、えー、のまた練習試合だったりとかもあるので、あのー、こんなのはね結構その場でしか見れないちょっと。 キャンプの時にしか見れない試合だったり、うん、面白いことも結構あると思いますので、はい、えー、行けるだけ、ね、僕もちょっと参加できればなと思っているんですけど、見に行ったことは、ね、またあのここで、ねあのー、お話できたらなと思いますよ、はい、来週かな、来週お話し、うん、しないと、多分もう1月下旬ぐらいからこのキャンプが、はい、始まりますので。うん いろんなところのね、いろんな情報をお伝えしていきたいなと思いますよ。はい、あの個人的にはね、選手個人、個人で、まあ、沖縄に来てキャンプをしている選手だったりも、まあ、いますので、うんあのね、この時期って結構多いんですよ、自分も、あのうの、ね、海浜公園だったりあの、ビーチだったりね、あの女村だったりで結構いろんな、はいえー、選手の皆さん、えー、偶然、 とかですけどね、あのあったりはします。うん、空港でも結構見るの多いんじゃないかなと思いますね。結構沖縄はちょっと独特だ独特だと思うんですけど、この時期でもね、あのまたちょっと楽しみなのかなと思いますよ。はい、えー、じゃあですね、この辺で、えー、一旦ちょっと CM に行きましょうかね。はい、じゃあ一旦 CM でございます。 はいえー、っとですね、なんだっけ、<laughs> 今日はお題を決めてなくてあの、ちょっとババババーっとサッカーのこと、ちょっといろんなこと話してますけど、えー、っとですね、先ほどちょっと FC 琉球のね、あのお話をしてた中で、ごめんなさい、自分がちょっとお話忘れがありますので、えー、っと2016年シーズン、えー、のね、トップチームのコーチの就任が、えー、発表されています。で、あ2人いるんですけど、まあ、1人が、木田哲弘。 3、木浪哲郎選手、3か、うん、えー、でもう1人が、えー、大塚智之選手、まあ、木浪哲郎さんはね、もうちょっと、あんまりね、大声で、大声で、まあ、いいか、あの、自分、同級生でですね、同い年なんですけど、もうね、すごいですよね、県内のサッカーやってる人で、木浪さん、知らない人って、もういない,んじいないよって思うぐらい、あのー、すごい方なんですが、あのー、那覇西高校からね、えー 名古屋グランパス、まあ、FC 東京、えー、大宮アルディジャ、えー、アビスパ、福岡、で東京ヴェルディ、でロアソ熊本、まあ、その後に、えー、沖縄に戻ってきて、まあ、沖縄のチームで引退したのかな、うんすごいですよね、もうこの経歴だけでもだいぶびっくりしますね、あのフィールドプレーヤーでこんなに長い間、えー、J リーグのプロで、えー、活躍した、うちなんちもね、あのー 木なさんだけなのかなと思うんですけど、はいまあ、この、えー、木な哲弘さんが、まあえー、トップチームの、ね、コーチに就任しています。で木なさんの方はあのアカデミーのアンダー1 8の、えー、チームの監督の方も兼任して、えー、シーズンを戦うようです。あすいません,うん。すごいですね、あのー。やっぱりこんなね、県内出身の方が。 あのトップチームのコーチに、ね、なってであのまた県内のサッカーを盛り上げていくというのはとてもとてもあの、はい、小浜の音からすればとっても嬉しいことでありますね。まあ、同級生ということもあるんですけどあのさっき、ね、ちょっとお話ししました那覇西高校が、ねえー、選手権であの、まあ、今回は、えー、頑張った結果1回戦でというお話をしたんですけどこの、えー、木野さんが、ねまあ、高校3年生の頃 に出場した全国の,、ね、この同じ大会に、ね、選手権の時は確かベスト8まで行ったのかな、あのー、自分も、ね、高校3年生だった時の試合なんですけどよく覚えてますよ、あのー、はいで、あの、喜さんがね、ちょっとキャプテンで、うん、チームを引っ張って10番でそうですね、懐かしいですね、<laughs> うん。この時の ベスト8が県内の高校サッカーの選手権では一番の成績なのかな、うん、まだちょっとあれから何年だ ?20 年か、<laughs> 21年かな、<laughs> まだ破られてない感じもすると思うんですけど、そっかそっか、なんかあれですね、あのー、またここからねいろんな形で。 このキナさんが FC 陸に、ね、加入してあの、まあ、コーチという形であるんですけど、うんうん、僕、少しだけ、ね、あのお会いしてお話ししたことがあるんですけど、まあ、向こうは全然ちょっとわ、ね、からないと思うんですけどもう、なんていうんですかね人間性もとても、はいえー、優れた方でですねこのなんて言うのてうかなちょっと表現しにくいんですけど あのー、周りの皆さんの周りにちょっと人が集まってくるようなうんイメージですかね、この僕からするととてもあの誠実な方で、はい、自分とは <laughs> 真逆な感じではあるんですけど、<laughs> すみません、あのーそうですね、この県内のサッカーを、えーそうですね、僕からするととても引っ張ってくれた。 あの方なのかなと思いますので、またそういう方がね、こういう形で FC 琉球のはいコーチに就任していただけるのはとてもとてもあの素晴らしいことなのかなと思いますし、今後ね、いろんな形で貢献していくと思うので、僕もねちょっと応援していきたいなと思いますよ。はいで、あの琉球のねちょっとお話ししながら、去年末からだいぶ。あのー この、ね、ラジオでも、えー、お話しさせていただいているんですけど、あのー、高原選手が、はいえー、新チームを、まあ、立ち上げるということでね、あのー、お話を、ね、何度かさせていただいているんですけど、あのー、県内のセレクションが、はいえー、とうとう来週ですね来週の土曜日、えー、に、えー、あります。であの場所が金町陸上競技場、えー、時間が9時、受付開始なのかな、これ。 でえー、っとこの沖縄県の会場が、セレクションの、ね、会場が、えー、近町陸上競技場、えー、日時が、えー、1月16日の土曜日の、えー、9時、受付開始になっていますであの。参加費が、えー、3000円かかってしまうんですけど、あのー、だから選手をね、えー、選手兼監督兼、えー、代表で、この沖縄、えー、o s ァーを。 あの立ち上げてうんやっていってえいるんですけど、就任会見ではね、このサッカーだけうまい選手ではなく、このえ人間性も含めてね、育てていきたいと、この沖縄の,この若い子たちをねえ中心に、この新チームを立ち上げて、沖縄にね、貢献できるようなチームを作っていきたいということを、とてもあの力強くはいおっしゃっていましたので、うん。 本当にね FCD 級と同じぐらい、はい、OS ファンも応援していきたいなと思いますしとてもあの、はい、楽しみなこ今年の、ねえー、一つのイベントなのかなと思っています。であのなんていうんですかね、このセレクション、い、まあえー、けるなら本当にちょっと。 見に行ってね、えー、どんな感じで行ってるのかなっていうのも確認しながら、まあ、お話が聞けるんだったら、もちろんね、あのー、高原選手にも、で、えー、関係者スタッフさんにもちょっとお話聞きながら、どんな感じで設ってのかなっていうのを、あのー、こんな感じでやってたよっていうのをまたね、えー、ここで皆さんにお話、お伝えしていけたらなとはい思いますよ。よろしくお願いしますね。はい、えーっと、いくつかコメントが来てるので、これは誰だうーん 青いソニカさん、こんばんは。<laughs> はい、一言来てます。おいんんす、こばんはありがとうございます。あけまして、おめでとうございます。<laughs> えっと、誰だこれんあと一つ来てて、脳内内内さんから、話しかけられた松井秀喜さん、関係ない。関係ないと一周 <laughs>、えー。コメントしづらい。<laughs> 申し訳ない。<laughs> あのー、 少しさ、若干正月気分が抜、さっきは、あの、短かったから、どうこう言ってたけど、ダメだなあのー、俺、ちょっと正月気分が抜けてなくてからさ、あの、バタバタして今、放送進めてるやつさ、<laughs> 申し訳ない <laughs>。はい、えー、ありがとうございますね。すいません、なんかなか,なかうまい、え、開始ができません、申し訳ないです。あのー、えー、っとね、えー、何の話だっけ、はい、OS パーカー、高原選手のこの沖縄スポーツ、 スポルトファイン、えー、略して OS ファーの、えー、このセレクションうん行ってきますって話したんですけどあのー、この番組でねちょっといくつかお話をさせていただいてるんですが FC 琉球は今 J3 っていうカテゴリーなんですけどあのー、この高原選手が新しく作る、はいえー、サッカーチームは県3部沖縄県のサッカーリーグの、えー、一番 3部、ね、リーグから新規で加入して、あのー、スタートしていきたいということだったのでうーんなかなかねあんな日本のトップクラスではい大活躍してた選手がうん一から沖縄ですごいな大変なことだなと思うんですけどうん本当にさちょっとあのー、就任会見でも,ものすごくあの何、ー、て言うんですかねこの 意志が伝わってくるような力強いコメントを、えー、数々の、えー、おっしゃっていたので本当にうん楽しみだなと思いますよはい、えー、来週のねちょっとセレクションもはいお伺いして本当にうんいろんなことをちょっと聞いていきたいなと思います聞けるかな大丈夫かなうん、うん、まああのー、自分もねちょっと楽しみにしてるのではい皆さんにもお伝えしていけたらなと思いますよ <laughs> はいはい混乱、えー、しているうちに。 あの <laughs> また <laughs> 時間がすみません、なくなってきましたので、今週はですねちょっとこの辺でえ終了になってしまいます。<laughs> そっかそっか、今週からねちょっとあの番組の時間がね変更になってしまったんですよ。うーん で、えー、いろんなことをねまたお,お話ししていきたいと思いますのでまた来週ですねはいよろしくお願いいたします今週もちょっともう時間がちょっとなくなってきたので、えー、駆け足で喋りたいと思います <laughs> はいえーこの番組はあなたの専属トレーナーになります沖縄岡田接骨院まごころビビでご提供居酒屋まじゅん反乱注意のハンバーガーショップチムフガス以上各社の提供でお届けしましたよはい えー、来週もですね、居酒屋さんで飲んでるようなゆるい感じの、えー、番組をね、えー、放送していきたいと思いますので、また皆さん来週も聞いてください。よろしくお願いします。それでは小山直でした。二、はい、回目、あのサービスで言っておきます。番組しておきます。マジですか。